川達也です。ここパリバレーで2シーズン目を迎えてます。アウトサイドヒッターをしています。まず最初に試合前は、いつもの練習と同じルーティーンをしています。肩の準備であったりとか、全体的に体のコンディションを整えます。でその後に最後の5分10分ぐらいで、いつも、携帯に入れているそのメモをチェックします。でそこは、これまで自分が感じたことであったりとか、そういうものが書かれていて、でそれをこうチェックするのと同時に、いつも毎試合ごと試合前には、自分自身にこう自問自答をする時間があって、なぜここに今いるのか、なぜバレーボールをしているのか、なぜオリンピックを目指すのか、そういう自問自答をいつも繰り返します。やっぱり試合前になるとすごくたくさんのプレッシャーを感じるし、そのプレッシャーによって時には自分のこう道を失うことがあるけれど、それを自分自身もう一度再確認することによって自分のマインドをセットできて、でそのプレッシャーに打ち勝つことができる。